ですね、ちょっと報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。すみません、皆様、突然呼ばれまして、時間潰しということで少しおしゃべりをさせていただきたいと思います。私ども横浜南、ケルウォードの一部なんですけど、そこで、シールドマシンの工事を今やっております。そしてそれはですね、私ども今ここにもいらっしゃっている外観の上田さん、たちと一緒にですね、シールドマシンの騒音というよりもその低周波振動ということを非常に気にしていまして、それの記事がここに東京新聞、6月15日、横浜神奈川版というところに大きく載っています。これは後からでもご覧になることができますけれども、ここには、見出しにですね、耳と体にどんどんどんということで、この記事は我々がこういう感じなんだよという訴えではなくて、ここに来ていただいた阿部記者という方が実際にこれをもう自分で体感して、それこれは大変だということでこういう記事にしていただいたんです、はい、ということで、これはですね、実は東京外観はもうずっと今まで、シールドトンネルをやってまして、そのために陥没を起こして今休憩中です。休憩中と言いながら地盤強化のための今工事をやってまして、それの振動も非常に問題になっているという状態です。で、私どもはこのシールドマシンというのは、この今日の リニアの話にも出てきますけれども、私は初めからこれは日本のシールドマシンという技術をですね、世界に、出すために今実験をしてるんだという感じで捉えています。というのは今日も大塚先生いらっしゃってますけれども、多くの専門の方からいろいろな話をお聞きしても、これは目で見て掘るという基本的なやり方ではなくて、全く見えないところを勝手にやる、その何が起こるかわからない、だけれども何が起こっても大丈夫のようにするんだという技術ですね。だから技術としては私は完成しているとは思っておりません。というこの機会が我々のところでは大震度ではございませんが、39.5 メートルのところまでやってますけれども、それでも地上にですね、非常に不快な振動を与えているということで、住民の方からいろいろ話がありまして、ぜひ東京新聞の人に、取材をしてくれとこうお話をしましたらば、話は聞いたんですけども、実際に体感する必要があるんだということで来ていただいたらば、こういう記事になったということでございます、はい、それで我々が今一番心配しているのは、事業者はこれはもう通り過ぎればいいんだから我慢しといてくれと、何とでもとにかくやるまで待ってくれればいいんだという話になってますけれども、私どもが一番心配しているのは、この低周波振動を身に受けて敏感の方はそこから体の方にアクセレレートされて、体感として非常に長く持ってしまう。そうすると実はこの15メートルの上り線、下り線、6車線、これが強要した時には24時間車が通るわけです。そこの低周波振動をずっと受けるということになる。
ということで、この工事のためのものだけではないんだと、今後のことが非常に心配なんだということで、今訴えをしてまして、それに対してこのテレビ新聞出たことによってテレビがいろいろ今追っかけ始めています。フジテレビ、それから TBS、この辺の方々が今取材をさせてくれということで、知事にしたいんだけれども、トンネルはいつまで工事するんだと、工事が終わった後ニュースにしてもこれはダメなんだからということで、冗談じゃない、そうじゃないんだと、これからが大変なんだということで、今TBS の方にも何としてでもその後の問題がある、じゃあその問題はどういうふうに理解すればいいんだ、そんなこと聞いたことがないというので、今こちらにいらっしゃる上田先生に対応していただいて、その記者がいろいろ研究といいますか、ね、その証拠をいただいてニュースにしましょうと、噂の東京チャンネルっていうところですけどね、そんなことで今頑張ってます。以上、ちょっとしたお話をお伺いさせていただきました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。蛭間さん、突然お願いしてやっていただきました。ありがとうございました。全く理念に関係ないってことじゃなくて、同じようなんですね、事態が十分予想されるということです。皆さんご存じのように、先端って岐阜県の立浪市というところでですね、やはり地下水がですね、枯れて40本の井戸のうち14本が枯れてしまったと、そしてその電波でですね、の水もなくなってしまったということなんです。これやっぱり地下水がですね、本来出る方向じゃなくて全く違う方向に流れてしまったという原因だと思うんですけど、そのトンネル工事がリニアがやってるんですよ。それが原因だということは JR 東海も認めています。でそのトンネルの深さはですね、実に120メートル近い大震度なんですよ。ですから大震度でやはりそういう影響がですね、広範囲にわたって起きるということが明らかになる。最近こうしたことがですね、いくつも起きています。我々はその大震動トンネルをですね、やるのは大丈夫だと、地上には影響はないんだというふうに言ってますけども、それはとんでもない事実がですね、それは間違いであることを証明しているというふうに言います。その方向で今日もですね、集会を進めてまいります。それでは申し訳ないんですけれども、時間の都合で開会をしたいと思います。今日はリニア大震動と周辺工事の中止を求める首都圏ネット主催の記念講演とシンポジウムです。本日は多くの皆さんがですね、お集まりいただきまして本当に感謝をいたします。今日の集会の司会進行はですね、外環ネットの訴訟を支える会と、それから外環ネットの池田明恵さんという方なんですけど、先ほど申しましたように、電車が止まっておりまして閉じ込められているという状況ですので、来られるまでですね、私が代わって進行をさせていただきます。それでは最初に、この首都圏ネットのですね、一員であるリニア新幹線を考える東京神奈川連絡会の、共同代表矢沢義也さんからですね、開会の挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。どうも集まりいただきてありがとうございます。ですね、リニア新幹線が国交省が、事業計画決定したのが2011年、もうそれからですね、早13年ですか、早いもので、もう過ぎようとしているわけですね。でいよいよご存知のようにこの川崎、それからを含めた首都圏の大震動工事の本格復進が
まあ、今年の秋、まあ、すでにとあの川崎の梶ヶ谷ではこの6月から手がつけられたということなんですが、まあ、始まろうとしております。ところが高知全体としては、5年から極端に言うと10年近く遅れるんじゃないかという言われてるんですね。 JR 東海も2027年の開業を諦めて34年以降と言い方しておりますが、とてもじゃなくてそれよりもさらに遅れるであろうと。これは静岡県だけじゃなくて全国でそれが起きてるんですね。でしかしご存知のように大震度トンネルは掘られたら埋め戻せないんですね。で出来上がっトンネルが出来上がってしまって、将来何らかの形で JR 東海がこのリニア新幹線の事業を中止する、あるいは、乗り物として、もう時代遅れになったときに掘った穴をどうするのか全く解決の方法はないんですね。一体どういう日本という列島が存続する限りこの穴もまた存続するという、ね、こういう状態になるのが目に見えている。これが、まあ、あのリニア新幹線大震度トンネルのまさに本質なんですね。で今日は今年の春先にですね、首都圏のいろんなところの団体がこの大震度トンネルに関連したさまざまな市民活動をやってますけども、一度集まってですねみんなで、交流しようじゃないかという声がありまして、それで、まあ、今年の4月からいろいろな計画を進めてですね、やっと、まあ、今日開催にこぎつけているわけなんですけども、とりわけ大震度問題、これは非常に大きい問題になってきておりますので、今日はトンネル施工技術も非常に造形の深いですね、大塚正幸さんも先生に招いてじっくりこの話をしていただくと。でその後2部として、首都圏の6団体でさまざまな問題点あるいは報告を含めたディスカッションね、皆さんからの意見も質問も含めて、やっていきたいと思いますので、ちょっと時間がねお世話になりますけども、ぜひ最後までよろしくご清聴お願いしたいと思います。よろしくお願いします。記念講演、掘るのが怖い、掘るのも怖いリニアを発表させていただきます。講師の大塚正幸さんですけれども、大塚さんは鉄道建設公団やジェネコンで新幹線など多くのトンネル計画等を建設に、携われたトンネル施工技術の専門家です。また外環道の道路陥没事故やリニア関連のトンネル崩落事故などを分析してこられました。トンネルは掘ってみなきゃ分からないとかですね、トンネルはお金と時間をかければ掘れるというようなことも言われてますけれども、私は大震度工事の被害を目の当たりにしておりますので、住宅地の下を掘る外環道やリニアの大震度トンネル、掘ってはならないというふうに思います。それでは大塚さんにお願いいたします。恐縮ですけれども持ち時間は60分ということでお願いします。その後は皆さんからの質問にお答えしていただきます。それでは大塚さんよろしくお願いいたします。どうもただいま、時間がないのでご紹介いただきました お手元の資料非常に小さくて申し訳ありませんが、とにかく画像となるべくコラボさせて進めていたいと思っておりました。画面が出る間ちょっとトンネルや技術屋というご紹介をいただくよりは、私は本人は鉄道屋だと思ってます。最初から鉄道に入って鉄道の、施設協会にも肩を突っ込んで補正をどうするかを含めた鉄道公団に入社してトンネルに携わっただけなんです。でたまたまトンネルの現場の中で非常に怖い山に多数ぶつかりまして、もちろん青函トンネルとか鍋立山とかありますけど、そういうことを経験するにつれて
日本の難工事のトンネルはどこにどんなにあるかということに非常に興味を持って進めてまいりました。ただその中でトンネルはトンネル10分というのもありますけれども、鉄道の輸送業は輸送の安全は最大の輸送最大の業務である、この言葉を最初から頭に取り込まれて、それじゃまあとにかく安全というのを第一に考えてた。だからそうか、全国の地図を調べました。それでいろんなトンネルにぶつかりましたけれども、そこで最近考えるのは、まず原発事故から始まって笹子、それから悲惨な福知山の脱線で、身近ななんとかなんてバカなっていう知床の事故で、陥没事故、非常に幼稚なっていうか避けられるべき簡単な事故が安全の、遵守ということが忘れられて非常に簡単に事故が起こっている。これはこうあってはならない。リニアはそれに関してまさに安全はどういうふうに担保されているかということを調べるにあたって、鉄道であるか、あるだけにその保線の技術まで含めてこれを見ていきますと怖くてしょうがない。それで掘るのは怖い、取るのも怖いと題付けていただきました。今日本日の話は、日本の科学者という、リニアはなぜ失敗したかというちょっと本も用意しておりますが、その前に去年の夏に、日本の科学者というところで中央新幹線計画の中止を求める、ここでトンネルの安全とリニア建設の運行の不安ということで、その両者を合わせた、題材でお話をさせていただいて、今日はそれをもとに話を進めさせていただきます。それじゃあ難しいトンネルは後で話しますけども、簡単に言えば水が出たら掘れない、トンネルが潰れるよりも水が出る方がずっと怖いんです。工期が掘れない時間が長いで迷惑をかける、そしてお金も四方八方いや何本も万本もトンネルの5倍も水抜きの小さな泡を放って、この阿房トンネルの例ですが水が減るのに5年近くかかってます。そういうことで水の出るのが大変なんですが、まあ今度は首都圏についてはそれよりもなんですが、全体としての南アルプスの工区のトンネルはどうなるのかということが一番心配です。最近の事故の例を上からちょっと順不同で申し上げませんけれども、まあ、最近の事故、陥没で特に気になるのが、森口市で起こった砂の吹き出し、それから北海道新幹線の気泡と砂が吹き上げた、こういうのがシールドでたびたび起こっている。これは非常に有識のことだと思うんですが、これがリニア全体の工区で中央非常にそれぞれに大きな問題があります。ただここでは南アルプスの問題は、避けますけれども、とにかく地山が 年々4ミリも隆起している。一遍じゃなくてしばらくたがってドーンと地震のために跳ねるというのは登り方しているということだと思うんで、これが非常に怖いです。それでまあこれからいろいろ問題なんですが、トンネルの事故の多発、新しいシールドで奮発があちこち起こっている、水が丘の陥没どういうふうにして起こったか、それをご説明する前にシールドのその、右上ドアツシールドってどういうものか
大体もう時間もないしご存知だと思い勉強なさったと思いますが、昔は空気で漏れ出す水を抑えてた。その次には2メートルくらいの間に水を張って水で止めてた。今は泥水で持って止める。これはデートシールド。だんだんその止め方が変わってきて、だいたいデートアツシールドっていうのが、最近の主流ですけれども、非常に事故が起こってる。大震度は当然高い水圧にかかります。その上だんだん大断面ということは大きな押す力が必要、当然なってきますね。大きさを押す力と同時に震度が深いと周りから締め付ける力も大きくなります。だからジャッキの推力なんかを限度いっぱいまで上げる。それが現在のギリギリのシールドの技術の先端。これをどういうふうに大きくしていくか、そこに無理をして掘るところにあちこちの事故が起こっている。これを大体、こういう、そうですね、品川の事故です。品川はまさにその前から指摘したんですが、同時目が起こった。再開した途端にまた止まりました。最初はなんか冷水がうまく注入できなかったとごまかしてましたけど、これはこんなどんからが垂れちゃうのは完全にその力負けなんです。口角が潰れるほどの大きな水圧、土水圧、これが今の品川の限界で、また始めたけどまた止まりましたということを何回繰り返すか。まあ条件はまだ大震度の89メートルくらいです。まだまだ深いところもあります。ただ曲線路という条件はあり、断面の変わるとか縦断勾配の変わるとか、それから曲線が部分についてはちょっとさらに難しい問題があって、今の条件は悪いところではあります。その次にはね、で技術の限界をお話をしましたけれども、シールドには管理上の問題があります。シールドのトラブルの原因は今申しましたが、地質として壁祭り土のところで事故が起こります。それから山岳トンネルですが、流砂と起こる流動性のすら、均等して流れやすい海岸に溜まったもう砂場の砂よりもっと細かくサラサラした砂、こういうところに出会った時に、トンネルの掘削にトラブルが起こっています。外観事故はこれは、まあ、どこで説明しましょう。次のページで、ネクスコは、ネクスコは、この特殊な地山があったんだという、全部特殊な地山ということにしているのはご承知の通りですけれども、実は中身はその特殊は何であるか、それが一切明らかにしない。均等質な壁で上までずっといっぱいつながってたとか壊れやすいとか、抽象的な表現だけで何の具体的な要因を示してない。それもそのはず、実は何にも調べていないことです。左の上の図をご覧ください。事故が起こったら私どもはまず事故後にどうなったかを解析します。ネクスコさん何も出さなかったんで N 値だけ、取ったもので、地山の青い部分が昔の N 値の高い50以上のところ、それが、緑、赤、黄色、赤になるにつれてこういうのが、絨毯で描かれます。これでこれだけの土がどれだけ緩んで1000リューベルの土が流出したっていうのは、この図のところでトンネル断面まで、トンネルの天井から下まではボーリングが達してないんです。ネクスコは50メートルの地下のシールド方で50メートルまでしか
ボーリングしなかった。16本もお金をかけて、なぜかネクスコは事故当時に穴がないかを調べるためにもう新聞の人は無視したんです。それから側面を もちろん真上を掘れませんけど、側面で掘った部分も47メートルで止めちゃってるんです。ですから本当に掘削したところを流れ出した砂がどんな性質のものだか一切調べていない。そういうことがネクスコの私の持っている不信の第一です。そのつまりこの事故原因については気泡説だとか、振動説とかいろいろありますけど、私は砂の地山の成長そのものが大地である、それに振動壁に当たって揺すった、揺すれば流れやすい砂はどんどん流れます。私はこれは過剰な取り込みだと言っておりますけれども、そうじゃない、流れ込みすぎるのを抑えることがどうにもできなくなってしまったという、その、無抵抗な砂が流れ込みすぎ千秋米の陥没をついには引き起こした。それは、流動性の砂である。山のトンネルでは、右の真ん中の上ですけども、流砂というのはだらだらと突発じゃないんですけど、だらだら5メートルのトンネルがからの流れ出しが1000メートルまで流れる、まるで砂が水のような状態になって流れ出す、そういう状況なんです。ちょっと真ん中に分かりにくいですけど海岸ラインがありますけれども、海岸皆さん波打ち際で砂山は作れます。砂山は水が切れるから立つんですね。これは内部摩擦角が大きくなる、後で時間に最後に言うかもしれませんけれども、トンネル側にとって地山を持たせるのは C と Φ、溶岩地山であるか、落岩地山であるか、 C と Φ、 つまり粘着力と摩擦力の差なんですけども、これが同じ砂でも海岸の波打ちの際の水は C も Φ もゼロに等しくなる、水を吸うとそうなるんです。地下にもこれがそういう砂があるわけです。ありますように、もうそうですね、1950年頃からそういう砂が全国にあるんで研究が始まりました。まだ新しいんです。最初は北陸線増工事、その次はなんとこのすぐ近くの生田トンネル、川崎のヨングランドの下で、あそこで掘っても掘っても崩れてくるこの砂に決壊しました。それは研究が進んでどういう砂が崩れやすいかということを国鉄も一生懸命勉強しました。その結果このぐにゃっと立ってる線、そのグラフのその真ん中のグラフ、右のグラフです。それグラフの中の線が立ってるところは非常に一定の粒のところに砂がの、粒子が存在する分固まってる、これが広いとデッキから粘土までいろんな、土が混合してるってことになるんですが、高いこれが立ち上がりが高いのが、均等性のいいというのは本当に困るんです。しかもそれが細かいと崩れる、そういうことが分かってきました。でここではどなたかがいる NEXT はその霧が止まっている間にレッグで揺すられて休止している、その間に周りから砂がどんどん落ち込んで流れ込んできたでが陥没の原因言っておりますけれども、こんな霧波の急行だけで何百流明の陥没が地上まで及ぶ陥没が進むわけないんです。私はこう考えました。またこれはあくまで自己流になりそうです、はい、どこからか遠いところから砂を呼んできて、ここに再現なくじゃないですけどだらだらだらの長時間流れ込み続けたと、これが
山岳トンネルでよく起こる流砂なんですが、シールドの中でも下手な施工管理だとこれが止められないことが起こるんじゃないか、これが流動性砂の怖さなんです。お願いします。これはネクスが明らかにした、事前の調査の地質調査です。ここの中で細かいですけど申し訳ない、緑から黄色に入ったところがツツジヶ丘の陥没事故の現場なんですが、ネクスコはこの外環道路の工事計画で、調布にあったツツジヶ丘にあった H21-12 というボーリング口のデータ、これただ一つで地山の砂を想定しました。それは初期段階ではやむを得ないと思いますけれども、ここで流動性の砂に注意ということが、ちゃんと下の段にこの表の一番下に書かれております。それがさっき言った、流動性の細かい砂だから掘削には注意しなさいよと注意を与えています。ところがこれちょっと分かりにくいんですが、ネクスコの施工を再発防止の対策、あの先生方の検討した結果が、再発防止にどうするか、蘇生流動、掘削土の蘇生流動化に、蘇生流動を妨げる原因を排除するように施工管理をしていく。要するに掘った土が礫や砂で固まらないように気泡剤を入れたり柔らかくしながら掘ります。その状態を監視しながら掘ります。これがネクスコの施工対策ですが、その前に肝心の掘られる前の砂がそんな流れ出すだったらどうする。未然に防ぐためにはトンネルですと普通は薬液注入だとか水を抜いて流れないように固める、乾かす、そういう方法しかが取られるわけですけれども、シールドさんはこういうことをご存知なかった。それもまあ、地山が見えない機械室の中では掘ってきた土しか分からないですから、それを見ながら管理するので、どうしても時間の遅れがあるからその場その場で危険な状態に判断して対処することができなかったのではないか、あくまで推察ですが、私の、流動性砂説はそういうことに基づいております。まあ時間がかからないから、ここで後でちょっと休憩中にお目入れますけれども、私はある、興味深い文献を見ましたけれども、ボトルに入れた砂が横の口からあっという間に自然に流れ出してしまう。水の流れが止まれば砂は落ち着く。満水、飽和と言うんですけど、水浸しが続ければすっからかにまで流れ去ってしまう。これがその特殊じゃない流動性の砂の特徴なんです。右の方の件はちょっと時間が足りないので、外環道路でこういうことが起こった。で、大震度法はそういうことに対して何も対処してないということを、ちょっとガタガタ書かせていただきました。この下にありますのは流動性の地山とは、これははっきりこういう文献から流動性砂の怖さを定義しまして、振動で過剰水圧が生ず地震の時に起こる、液状化、それから掘削土で起こるパイピング、みんな原因は同じこの砂にあります。振動があるとさらに流れやすくなりまして、この、
左の実験の後、私はそのボトルの中に砂、粘土の薄い層、また砂を重ねて実験をしてみました。そこにその黙ってと流せません。下からちょっと細い割り箸でつっついて上下に振動を与えたら、水はサラサラっとなんか上から上の砂まで流し去ってしまって、結局この砂と同じようになったというのを確認してますが、大幹道路の中でも途中に粘土の水を止める層もあっても、振動が続けば上の砂が下まで落ちてくることは十分あり得たんです。まあ、これは初歩的な実験です。これこういう状況を考えなければ少なくともそういうことがあったのではないかということを技術レベルで調査で実際に調べて、それでこれほどはなかったんだということを証明しなければならないと思います。まあ、なんていうか液状化と、またクイックサンド、砂が支持力をなくしてさっと流れちゃう状況を言うわけです。ここでさっきちょっと申しました C と π のトンネルに関わる割合っていうのを、トンネル、モグラのトンネルはなぜ潰れないかということで、考察を書きました。これは NATO の自立する山と壊れる山と、その自立する時間と、そういったことを、穴の大きさ、山の硬さで決まる。普通の山はある程度硬さがあったら掘っても周りが自分でぐっと締め固まることによって、それ以上の変形を自分で止めてしまう、セルフベンディングの状態、これは地山アーチと言いますけど、地山の中が固まってぎゅっと周りに固まったゾーンができて中の空洞を維持してしまうというのがナトムの理論なので、時間と変形をコントロールしながら掘るというのが理論です。まあシールドも結局はトンネルですから同じです。まあドーム柄が鉄でできるだけに、それなりの支保力が大きくなる。前面の面板もあるから、それ切り刃の安全も普通のナトムの地山のトンネルはそれなりに高いけれども、ひょっとしてこういうとんでもないというか、ある種特殊とはあんまり言いたくないですね、どこでもある砂のに遭遇すると、何が起こっているか分からないのを放置すると崩壊が続くということです。で、最後にどうしてもリニアの技術は未開発だということを最後に申し上げたいと思って、この子は一応先に飛ばします。大震動のことについてはちょっと触れておりますけれども、先を急ぎたいと思います。この絵です。皆さん、リニアの技術はまだ未完成である。まずは一番心配なのは、たった7センチ、実際は7センチの隙間で500キロで、ホームの連続するところを500キロで列車が通過する、事故が起こられるのが不思議ないですか。まあ、それはリニアの理屈で、左右に右に寄ったら左に、左に寄ったら右に押し出すから、その、磁石の力で NS の釣り合いで真ん中を保って走るというのは確かにリニアの通常の時の理屈です。ですけれども、地震の揺れとか風圧とか何かが挟まった時の衝撃、7センチですよ、すぐに擦ります。擦る時のスポットアップが、上から真ん中の上から3番目ちっちゃな、たった30センチの鉄輪です。フレンチでもって、それでこのリニアは150キロのスピードになるまでは車輪で走ります。それからそう達成すると浮力ができるので
車輪を引っ込めて、まあ、時速500キロで土管の中を飛ぶ状態になるわけです。ところが駅に着く前にはそれはまた150キロに落として車輪を引っ込めてドーンと飛行場での飛行機の衝撃をずっと繰り返すんですね。それはまあ安全のタイヤの安全はある程度確立していると思いますけど、問題はこの上下する油圧はみんなシリンダーで油圧シリンダーで作用するわけです。これが繰り返されて一番その鉄道車両で心配なのは足回りです。この間新幹線がひびが入って名古屋でストップしましたけれども、足回りを鉄拳するのが輸送手段の原則なんです。それが実は一番上夕方に囲まれた外部上の中で見ることもできないんですよ。これが7センチしか隙間がない。もし壊れてもどこが壊れてるかわからない。分かっても手の下しようがないんです。これが昔開発した T 型っていうのは下から見えるような構造になってます。夕方だからそれらのメリットもあるから変えたんでしょうけども、私言わせれば補線のできない街道上っていうのは危険ほど極まりない。しかもその街道上は90センチのパネル板を東京から名古屋まで敷き並べるんです。実はね、リニア浮上してエネルギーが節約できる大嘘なんです。このホールの中には高速で電車を引っ張るための高い電圧が必要なんです。極端に言えば原発1基分、リニアが正常運転になると原発1基分の80万キロワットの電力を消費するんです。で、消費しないのは中に入っている、永久超低温にして要約できる、永久磁石なんです。ところがその永久磁石は磁力線を発揮して人間にはとても近寄れない。車内はシールドされてるからある距離があって大丈夫。乗り降りするには飛行機の異常のようなところにさらに防護して引いて、扉にそのシールドを接続させて出入りしなきゃいけない。しかもこのクエンチという突然その超伝導の能力を失ったらリニア本体はドンと落っこちます。この時にまあ防護するのはたった30センチの最終的にはです30センチの鉄輪、その前にタイヤが作用するはずですけれども、地震とか不慮の際にはそれも出る暇がなかったら鉄輪で腹をこするわけです。浮上を繰り返す油圧のシリンダーのタイヤも点検ができない。故障しても直せないから別の車両で補修基地までガタガタ、補修基地の間隔は30キロ40キロ、いくらリニア速くても補修車両のスピードはせいぜい60キロとか50キロでしょう。時間かけて引っ張ってきます。一体どんどんの中でリニアが止まっちゃったら旅客の救出にどれだけ時間がかかるか分かりません。危険な足回りの点検もできないから非常に怖いです。トンネルの中で火災が起こったら緑の絵です。どうやって脱出するか、こういうことを非常にさらっと原則起こらないんだという考えだって真面目な検討を進めていません。あ、その右下の絵、これはね、リニアのモーターっていうのは線路上にこの、磁石を敷き並べるという、電動モーターは電車に回るモーターを積んでるから回転子は10個か20個でしょう。リニアは沿線に全部これを敷き並べるわけです。設備投資、それから保守、
どれだけ時間がかかるか、それの点検をどうするか、そういうことはリニアの中では開発されたかどうか分かりません。発表しないからです。多分やってないところもあると思います。それになってもこれだけお金がかかるわけです。それからいくら早いと言っても東京名古屋で7分の短縮、大阪まで行って96分が何分だったかな、短縮、たった7分の短縮のために危険な長大トンネル南アルプスをルート計画しているのも非常に不安なところです。で、実験線ってありますけども、実験線でできることは数限りあります。50キロこの中で走行行き違いはやったと言ってますけど、実はトンネルの中でやったという報告はどこを探してもありません。明かりのところで空圧に耐えて大丈夫、500キロ同士、1000キロ同士ですれ違った報告がありますけど、これが数を切って大変なトンネルの中で揺れによって外部上に列車が振動性接触しないかどうか、これは実車でもって試験のしなきゃ分からないことです。その他にも実車で試験しなきゃならないことがたくさんあります。この新潟の外道園の中にコンクリートかけが一つゴロンと起こったら、それから作業工具が鉄の作業部をもしないと思いますけど忘れたら、それが夕方の中で跳ね上がって車体と側壁なんかをピンポン玉のように500キロのスピードでぶつかったと、こういう衝撃実験はシミュレーションだけ実際にやらないと、これはね、起こらないからやらないんだというのか、これもここにも安全神話があるんです。事故っていうのは思わぬところで起こる、それもあれとこれと不利な条件が重なったとき、何か運転のトラブルがあったときに地震があったとか、そういう複合して起こるわけですから、営業線の中で絶対安心というのは本当に実車の中で研究しなきゃいけない。150年の歴史を誇る鉄道では火災の実験も脱線の実験も貴重な体験から、ああやっぱり原因されなきゃいけないところで試験をやって積み重ねて今の安全があるんです。東海道新幹線は50年も無事故で、ご承知の通り、これを作った生みの親である志摩秀夫さんという技術者は、心配ないのって言われた時に、大丈夫、何にも新しい技術は使っていないんだから、本当にずっと積み重ねた鉄道の安全の歴史の上にさらにそれを後期にしたんだから、もっと楽なわけです。そういうことから絶対心配はないよ、自信を持ってましたが、リニアは浮上式、それから無人で遠隔操作で運転する新方式、全て補線の方技術、何から何まで未知の問題だらけなんです。こういう未知の問題を何がどういう事故が起こるか想定して、それを実験で確かめてみる、そうして安全を確認した上で営業運転にかかるべきです。それをやるべきことをやってない、やったかもしれないけど少なくとも公表していない、多分やっていません。こういう問題が残ってるわけです。まあそういうふうに、まだリニアの機械は怖いということについてまだまだ話がありますけれども、この辺で時間の問題もあったら OHP の方にちょっと用意したのを切り替えさせていただきます。モグラのトンネルっていうことはここでは説明しませんけども、水がつくと
同じ土もかあの失敗した方がドロドロになったりする、それは全て C と Φ ですよ。ヨークランジヨマとラクランジヨマのさで深い震度にあって N 値が50かたーっていっても、横を掘ったら杭の下を横から掘ったら杭の支え力がなくなります。これっていうのは50メートル大震度の周りが押さえ合ってる高速の結果で N 値が50という硬そうに見える数値が出るだけなので、実際にその砂が固まっていない限りトンネル掘ったらバラバラ緩み崩れて最悪の場合流動化を起こすわけです。お願いします。もう一回言っておきます。それは、大震度の、リニアと大感度のルートで、この中の事故を、調布、それから今度の北品川、支店ですね、リニアの支店の北品川の事故、それから話題にした、リニアの離島地の上にある赤点が川崎の生田トンネルです。で下の方にある丸の部分は、これは横浜で確認されている砂による事故またはトラブルです。で海を渡って千葉側にも山口トンネル、笠森トンネルたくさん起こうとしています。こんなに上座層の広がりの中でたくさん事故が起こっている、その中の一つがまたリニアのシールドにないとも限りません。私はあるというだけの断言する材料は持ってません。まあトンネル屋としてはないだろう。まあ一般的に言えば筒湯が丘よりももっと深いところにあるから時代が古く塊はいいです。ただしさすがその質が問題です。次お願いします。これはまあ事故の事例がこんなにあります。よく見えないでしょうけど、まあ、あるよというところをご覧ください。横浜近辺の事故の現場です。これ少しダブりますけれども、大感動の事故解析、事故の起こった後の解析です。これは均等質の砂であるんですけど、右にかけていたような砂がどうであったか一切ネクストは調査していません。ぜひ調査してほしいものです。この立ち上がりの立った曲線というのは、これが危ない砂の、もう基本ですけど、土木学会の司法書にも書かれています。最近のリニアの状況をなかなか見にくいんで、地元の方の方がもっとご存知かもしれませんけれども、まあ、兄さん、北品川の状況、おのちの建物の状況次第です。上は神奈川県駅の工事、現在の工事中です。本当はここに現在のリニアの車両基地の状況を入れたかったんですが、ちょっと画面の関係で割愛しましたが、今まではシールドの話ですが、首都圏にも掘った土を道志川の周りの採石場に持ち込む計画があります。あるいは訳も分かんない農場を作る、牛舎、牛の牧場を作るために高い山に盛りをする、これは同じですけど、まあ、具体的に言うと佐藤ファームさんと JR 東海の撫で合いの非常に怪しげな事業が進められるかもしれません。現地で大変ご苦労がかかってそれを阻止する運動もなさって進んでいると思いますが、ここでこの高い盛り土が流れたら、これ熱海の事故と全く同じなんですよ。
もう一回左の上に戻りますけど、こんな硬い山の上にリニアの掘り崩した土を持ったら、その間の摩擦は滑り台みたいに滑り落ちる可能性もあります。これは十分施工管理をするから大丈夫だよという JR の口ブルーマン、これは簡単に乗るわけにいきません。自然に持っていた100年に一遍崩れる地山と違って、人間が人工的に作り上げた盛り土というのは欠陥があります。水が排水管が詰まったら、さっきの話とも関係するんですが、森の中に水が溜まって、水が溜まれば C と Φ がゼロに近くなる。そうしたら今まで乗ってたものがザラッと流れます。これは維持管理があって初めて地山の中健全度が保たれるんですが、50年後100年後、人里から50キロ離れた山の中、管理を誰が責任を持ってするんです。で、盛り土の被害の被害者は盛り土の土地の提供者じゃなくて、その下流の何キロも下流の人たちに害が及ぶわけです。そういうことを考えれば、簡単に盛り土を安全だからということに承認するわけにいかないんです。先ほどの南アルプスの300万流米の大井川の盛り土もどうなるか分かりません。そういう心配の数々があります。リニア、じゃあ先ほど戻りますけど、リニア流差が起こるかどうか、私は心配です。ただ地面の上にこれが及ぶかどうかについては、確かに90メートル100メートルの中に粘土層があったり砂層が誤想になっている、こういう地山の中では直ちに地表に陥没が及ぶとは、トンネル屋としては言い難い。しかし掘ってみなければ何が起こるか分かりませんので、この4つの断地質、示された地質断面図の中で、そうですね、品川はここどころ黄色い砂があります。それからその下は中原は砂場だけです。ただしバリエが途中にいくつかあるのは確かです。もっと先に行って梶ヶ谷遠く、やっぱりところどころに砂がありますね。あの左右上小野路のトンネル、やっぱり深いところに黄色い砂があります。こういう砂がどういう挙動をするか、これは地質調査をして先ほどの基準に当てはめて見なければ分かりません。実際いくつか掘ってるかもしれません。ただし外環道路と違うという保証は何にもないんです。外環道路でどう現場の事故現場の砂をサンプルにして土質試験をして、普通事故が起こったらまず我々は地山の分布、広がり、傾き、それから砂の場合には流度が一番大事です。それから強度、それを調べて調査時の地山とどう違ったのか、同じだったらおかしい不思議だな、違ったらやっぱりそれなりに違ったから原因がある、そういうふうに比較しながら、どういう砂地山が危ないかを経験を積み重ねていくんです。だからリニアでもしも真面目にこの砂地山のサンプリングをいくつもして比較しても、外環道路の数値、比べるべき外環道路の数値が何にもないです。さっきも最初に言いました H21 の12番という200メートルと80メートル離れた
支店のボーリング、ここでやったところってのは強度試験もないんですよ。ビルド試験だけなんです。そういうたった一本の地質を相手にリニアとは違う、違うというのは私に言わせれば技術屋じゃ全くありません。最後にそろそろまとめです。静岡のバッシングで無事めでたく延長が決まりました。一番喜んでるのは JR 東海に含まれないと思います。これでやれやれ。ただ10年の遅れは大きい問題です。今まで隠されていたのが全あっちのこっちのあっちも遅れてるっていうのが分かってきました。10年遅れば社会情勢はさらに変わります。かわいそうにこう言っていいのかな、甲府とか岐阜とか長野の駅予定地は本当にリニアの開発開業でお客さんが来て工場が増えてお金が地元に落ちるか、それは分かりませんが、さらにそれの完成は10年先になるんです。東京大阪を7000万の人口圏を、まあ、神戸も含めて7000万のところを500キロ突っ走る、それは遊園地の乗り物として面白い、一回乗ってみていいな、かもしれない。だけど初期には地震故障が多いんですよ。自慢した新幹線でも初期故障が1000回も起こってる1年の間ですよ。大事に至らない事故は無数にあるわけです。リニアの初期故障、何が起こるか、それこそ初めてのことなんで、どういう故障の形態が起こるかすらわからないんです。そういう怖い思いをして、果たしてリニアに7兆円ですけど、ご存知のように安倍と葛西の密談でポーンと気前よく7兆円の予算が投じられることになりました。ご存知ですよね。それとちょうどアメリカのオバマと、副大統領の女性秘書官だったかな、視察に、葛西が同乗したり、一生懸命アメリカを呼んで、アメリカのワシントンの、ボストン、ワシントンの、リニアを売り込みました。でも内情は私の申し上げたようにまだ他にもありますけれども、技術開発なんか終わってないんです。日本の素晴らしい技術、リニア新幹線、これはまだまだ夢の夢、怖くて乗れません。技術開発っていうのは私に言わせると未熟開発にすぎないと思います。で、この3兆円はどうなる。10年遅れることによって利息が、3兆円の利息は据え置き、10年据え置きで、30年据え置き、非常に甘いですけども、工事全体の計画は大きく狂います。実はね、3兆円を JR 東海と四季用に流し込みましたけれども、実はリニアと JR 東、JR 西は競合するんですよね。お互いに競取り合う。それを JR 東海だけに3兆円ポンと投じていいもんでしょうか。これは本当に国策と言い難いもんだと思います。で、この3兆円の返済も含めて、これからますますリニアに対する国の権限の拡大が増えてきます。葛西社長会長の時は絶対にお金はもらっても口は出させないんだ、株主のために権利を守るんだ、自分のところのガバネントコーポレーションとか株主総会の説明のためにリニアの営業をますます基盤を固めて高い配当を約束します
ということを言っているのがジェニア、リニア、JR 東海指揮号なんです。明らかに私が比較したリニア村の話します。リニア村、原子力村と同じように元国鉄 OB、 某大学、まあ、T のつく大学がほとんどメンバーです。それが運輸省の政策審議会を牛耳って、うん、リニアは鉄道ということに認めよう、新幹線の一端として整備新幹線じゃないけれども JR 東海がお金を自費で出すなら認めよう、こういうことから始まったリニアの、まだまだ先だと思っているのはリニアがこんな早くなっているのはその2つの理由です。それにはリニア村の面々の力が大きい。でもこの時に葛西会長は絶対に国の権介入は許さないからと言い放ってました。これからそれは、まあ、亡き後どういう体制になるか、非常にその体制も崩れていくんじゃないかと思います。これだけのその心配、3兆円ならずこれから工期の遅れ、それから環境問題はまだ未知の鉄ガスの問題がたくさんあります。それから車両基地だとか、それから公害防止の建設費もまだまだかさむ可能性があります。相模原駅、駅の構内、列車が通過するときにものすごい動音が出るかもしれません。これはまだ通ってみないと分かりませんけれども、リニアが、道志川を長いトンネルの入り口として渡るときに空気圧差が、大きな気圧差が振動になってトンネルの中に伝播します。少なくともリニアがトンネルに入るとき、あるいはトンネルの中で同士がすれ違ったときに、その衝撃波が神奈川県駅のホームにどう伝わるか誰も説明してくれてません。心配してる人がたくさんいます。多分その時は列車を片方を止めてからするか、要するにそういう状況でホームに人が入れないかもしれないんです。まだありますね、重力量のリニア、出入り口がたった17個かなあのとにかくあの車両と車両のつなぎに1個しか入り口がないんです。これは航空機並みの磁力をガードするために航空機より立派な鎧を着せます。だから出入り口は狭いです。1000人のあるいは800人の旅客の乗降どれだけかかります。降りてから長いホームを名古屋なら超中心にあるエレベーターまで上がってきて、それからまた50メートル地上まで動きます。ざっと見て乗り換えて品川でも名古屋でも乗り換える時間には20分は少なくともかかりますね。40分の短絡はここで消えます。さらにもしリニアのテロ対策ということで荷物チェックなんていうことになったら、本当40分どころかもっと時間がかかってしまうかもしれません。そういう構造の内容も含んでます。これまでにしてリニアの計画があれもこれも疑問だらけで進めてる、それは私がひとえに工事を急いだ葛西会長と JR 東海が
とにかく急げ急げで、環境アセスメントも技術的な検討も何かしらの沈めつけが今ここにやってきてるんではないでしょうか。ということで、これからのリニアの行方を我々は注意深く、あ、もう一つ見守っていきたいと思います。あ、ごめんなさい。じゃあ1分の時間で、技術評価委員会、これはね、これは JR のその開発委員会のずさんさ、1971年に始まって4回目、あ、5回目、この辺で少し真面目に技術評価をやって、その技師力、記録も残ってます。で、12回にはだいたい基盤技術が確立したよ、14回にはコスト削減の見通しがついたよ、18回には営業に必要な技術が網羅的、体系的に整備された、本当でしょうかね。19回にこれから具体的にまだ積み残しの誘導電流の、ね、車上電源、これ今の実験線はガスターミン車を積んで内部電源を確保しながら走ってるんですよ。これは開業までに本当にガスタービンを500キロの中に飛んで積んで走るなんてのはとんでもないことが改良されるか、まだ実験その後明確になっていませんけど、これももうパスしたことになってます。それで20回飛んで20回が20回が1917年、そしてなんと21回目が、21回目は2023年、ようやく起こりました。これは鉄道が長いこと積み重ねた技術、救援技術ね、あの車両から車両へ移したり、トンネルの事故をどうするか、監視をどうするか、リニア、こんなものが落下したら、避けようがないんです、どうなるか分からないでしょう、最後です、そんなにリニアの暴走を止めるためには、みんなで何ができるか考えましょう。それにはどんな問題が予測されるか、その対策をみんなで思い出し、知恵を出し合って考える、それと裁判の公平な裁判を実現させる、安全な環境の責任を、説明責任を取らせる、それから監視するということはモニタリングをしっかりすることです。それには専門家の技術、法律、経済、土木、水、いろんな技術者の知識の活用が必要です。で、情報活動、まあこういう 伝導技術の、まあ、伝導、あの間違いじゃなくて伝達が不十分なリニアの暴挙をマスコミの皆さんにも、あるいは口コミも伝えて情報を共有して、党派を超えた市民の理解を広げて、リニアがストップするように輪を広げていかなければならないと思います。微力ですが、私が何かできるかできる立場でお手伝いをさせていただきたいと思います。以上。されないところもあったかと思います。この後の質疑の時間でフォローをお願いいたします。今画面に紹介しているのは流動化現象の、調べ方をちょっと説明している、動画です。
ある方手を挙げてください。まあ、用語の方が多いけど。
摩擦力についてもう少し詳しく教えてください。6名があった、砂の粘着摩擦、非常に大事な話と私は思ってますが、僕らのトンネルということで、まあ、1ページも書きましたけども、ここではとても時間がないので、またこれ別個に個別にお問い合わせいただいたら、それにお答えする資料を差し上げさせていただきます。はい、続きまして、一番誰が得をするの、誰が得をするのですか。例えば自民党の誰かとか、海外の人、アメリカとか。ゼネコンがおかげさまになりますねただやっぱりそれを取り巻く商業圏の人たちが、まあ、まあ、何党とは言いませんけど、まあやっぱり国全体のことを考えて、市民の立場で進めるかどうかを考えていきたいと思います。はい、ゼネコンの巨大利権があるんじゃないかと私も思っております。次、横浜市営地下鉄があざみ野から新百合ヶ丘まで7年後開通を予定し、工事を待っています。リニアの穴と地下鉄の穴が交差するとなると思われる、となればより危険が増すのではないかと思われるが、どうでしょうか。すいません、ここで個別の問題はその状況を設計を見ないと分からないので、まあ、危険が増すことは確かですけど、その程度で考えてください。はい、次いきます。流動砂の怖さをもっと教えてください。住宅街の浅い低深度トンネル橋本西東の場合、13メートルから35メートルの危険性についても分かることを教えてください。盛り土について土砂災害警戒区域について教えてください。土砂災害警戒区域における危険性をもっと教えてください。車両専門家と言われる方、土木、水、土砂、災害紹介してください。まあ、時間があればというところもあるし、盛り土についても危険性は色山だったか新大洞だとか、各地の盛り土の危険性、どういうところに盛り土を持ったら危ないかというのは、別にペーパーを用意してありますので、機会があればそういう話も、それと橋本の方で抗議された専門家いらっしゃいました。あ、また思い出せないですいません。あとは土木、水、土砂災害、京都の防災とか国交省は土砂災害に詳しいです。ただこっち向きで検討してくださる方がどれだけいるかな。水はこれは本当に難しいんで、私もできないんで教えてほしいんです。探しております。昔コンサートで仲良くした方が今どうしてるかちょっとまだ調べてませんが、どう中身はよく分かりませんけども、岡山大学の西垣誠先生は最近表でよく活躍されている専門家です。はい、では次いきます。工事が最終的に中止、計画が廃棄された場合、
すでに掘ってしまった穴はちゃんと埋め戻してもらえるのでしょうか。傷つけられた水脈などは元通りになるのでしょうか。また元通りにできるとしてどのくらい年月が必要なのでしょうか。2. のぞみ等の地上の新幹線の本数を減らしてリニア利用へ誘導すると初期説明で聞きました。その後に何か JR 東海の説明をしていますか。それは最後の問題はやっぱりJR、 いやリニアを設けるために JR 東海は自分のところのダイヤをいじるの十分可能性あります。まあただ望み地上在来新幹線は増える可能性はありますね。ただそれはお互いに競合する路線ですね。あと廃止された場合これをどうするか、もう国家プロジェクトで原子の廃炉をどうするのかと同じ規模になります。ただこういう話もあります。リニアはこれは信憑性は分かりませんよ。リニアは失敗した場合に新幹線を通せるような構造にしてある。40mmの急勾配でちょっと今より急になりますけど、そういう可能性は一応鉄屋としてはうんなることなと思います。はい、次の質問いきます。外観での陥没事故でシールドで掘削した量は確認できているはずである。排出量は確認できているのか。情報公開されているのか。明らかな明らかではない。収支の基本から説明されるべきである。ちょっとよく検討でしますね。確かに排土量っていうのはちゃんと管理されてれば分かるはずですけど、私が緩み量が大事だと言いまして縦断図を作りました。それで N 値が元は50あったところが20になったり15になったりしてます。これで見当がつくんです。実は同じコップの中で土を積み込んで牛詰めにして比重が大きい台、それと緩詰めにした場合は傘が違います。それぞれにその硬さが違います。 N 値が変わればだいたいその単位体積重量が違うということが関連付けられるので、N 値が違ったら物量がどのくらいあるかという計算を概算をしましたら、川柳名の陥没に対してこれはごくごくごく大雑把ですけど8000とか1万とか計算の仕様によっては横方向にもっと広がったはずだと思えば1万とか2万の数字が計算されるんです。これは計算上なんです。まあトンネルの中で外観道路の当事者がどれだけ掘ったか一番よく分かってますけれども、どうも汚れの数量には10% は10ありますけれども、それに比べてもどうも公表している量が少ない。本当にそれだけだったのかというのはその N 値からしてもうちょっと推察を進めてみたいと思います。怪しい。ただどれだけの量を、排出したか、トラックの台数を数えれば教えれば分かる、なるほどと納得いくんですけど、そのうち数値は出してもらえません。はい、じゃあこれにしたい。はい、では次いきます。昨日東京都下水道局が当家前道路にある MH 工事をしているので目的を聞くと液状化対策といった。液状化にはこの地域で起こるはずがない。東京都下水道局は液状化トンネルの真上である。ごめんなさい、ちょっと読み出ないと書いたことがあるか。何か工事をしているのでそれが液状化対策と言われたと。トンネルの真上の人っていうことですよね。
あのちょっと私も M/H 工事って書いてあるんですけど、これ書かれた方はちょっと説明していただけるとありがたいんですけど、私ですが、お願いします。私の家の前でですね、昨日マンホール道路のマンホールね、道路の、はい、上にある道路にあるマンホールの工事をやってるんで、何やってるんですかって聞いたところですね、現場監督はですね、液状化対策で。マンホールが液状化が起きたときに、マンホールですね、飛び上がると、はいはい、飛び上がると交通の障害になって非常に危険であるから、その防止対策の工事をしていると。これは私のうちに限らず、お住まいはどこですか？東京の大田区の大田区ですね。それで大田区ですね。それで、店長の方は分かるかと思うんですが、関東八号線に上学園という学校がありまして、そこから電車の駅の方に行く道なんですが、はい、そこで工事をやってたわけなんですが、液状化対策のために先ほど言ったように、ってるんですか。それで私は過去に液状化を調べたところ、この地域には液状化がないんですね。それで、電波監督に聞いたところですね、東京都のハザードマップを見てくださいと。進行さん、大体で勘で答えます。田園調布は一部は非常に田んぼを埋めたところがあるんで、高級住宅地の下の谷間ですと柔らかい土が表面にあります。ただ、一つずつのマンホールに対してその液状化対策工事をその特定してやるってことは普通ないんでね、マンホールだけにね。ただ実際に埋め立て地盤に田園調布の一部はありますので、そういう可能性は、地震が来たら1メートルの浮き上がったマンホールは実際にあるんで、それを予測して可能性はありますけど、その1個だけをっていうのがちょっと理解できます。要はですね、1個だけ、じゃあ、そのリニアロードの真上、沿線一帯にずっとやってるんでしょうか、それは。ずっとやってるんじゃなくて、ルートの前だけじゃなくて、他のそれをこうルート上歩いていく。今、そのチラシをですね、チラシ配ったっていうから、そのチラシくださいということですね。液状対策をするのは、その注入で地盤を固めるとか、要はですね、ちょうど外観その地域は同じです。深さ80メーターですね。深さ90メーターのところにトンネル掘るんですが、要は液状化状況があって、将来的に何ら心配はないでしょうか。それともちょっと具体的にその場所を見ないと、ね、ここで一般論としてはあり得ます。はい、ちょっと時間が押しておりますので、あと一つでの質問で終わりにしたいと思います。リニアが150キロ、時速ですね、リニアが150キロになったら浮上する、時速150キロになるのは何キロメートル、タイヤで走ったらですか。要するに時速が150キロになるのは何キロ走ったところでなるのかということですね、うん、南海トラフ地震になったら電線に影響を及びますか。2つです。大事な、私もそれを気になって事前に調べてあったんですが、ノートのどこに書き記してあるかちょっと探すまで時間を、あんまり急だったもんだからノートのどこかが見つからないけど、本当はそうな、あんまり概略で話せないので、ちょっと言うよ、あと見つけたらお願いします。いただきます。はい、ありがとうございました。大塚さん、たくさんの質問にお答えいただきました。また拍手をお願いします。はい、それでは時間が押してまいりましたので、はい、質問の中に一つ、富士通中原駅の富士通川崎工場の下を通るリニア新幹線計画が、計画されていましたが中止されたものと見られます、なぜ中止されたか教えてくださいという、こういう質問なんですが、いや、中止はされていないはずです。
JR 東海は中止というのは一切言ってませんので、予定通り今掘削、本格掘削を通る予定ですので、はい、はい、ありがとうございました。それでは第2部のパネルディスカッションに移ります。発信者の皆様、前方の席にお座りください。はじめに、決定されたリニア大震度と周辺工事の中止を求める首都圏ネットに参加された6つの市民団体のメンバーの報告をしていただき、それをもとに会場の皆さんを含め議論を深めたいと思います。はい、それではお名前を呼びます。お名前を呼ばせていただきますので手を挙げてください。リニア大震度工事の認可取り消しを求める行政訴訟の原告代表でリニアから住環境を回る田園調布住民の会、三木和彦さん。リニア大震度工事の中止を求める民事訴訟の原告で同じくリニアから住環境を守る田園調布住民の会、早川義和義さん。国交大臣のリニア工事認可の取り消しを求めるストップリニア訴訟の原告でリニア新幹線を考える東京神奈川連絡会、天野翔一さん。リニア中央新幹線を考える町田の会、亀山俊平さん。ストップリニア訴訟原告でリニア新幹線を考える相模原の会、立部由美子さん。外環の訴訟を考える会、外環ネット、私池田と申します。よろしくお願いします。今後の司会は天野さんに代わっていただきます。よろしくお願いします。天野です。時間が限られているので、どうにか進めたいと思います。今回の首都圏ネットを作ったのはですね、やはり個別に情報発信をしたりするよりは団結と団結をしてですね、まとまってやった方が、僕ら大きいと皆さんにも知ってもらえると、その人たちが増えるという観点で結成をいたしました。いわゆるスピーカーの出力はですね、何倍もなったということだと思います。簡単に各団体からですね、5分、必ず5分で短く組んだら5分構いませんけど、それで各、団体が発生するチームのですね、医療行動の現状についてはこの観点でありますし、しかしながらこう、そして川崎のですね、長谷川こう東海岸高校、さらに町田の同じ高校、そして相模原、相模原は地元で駅の、工事、あるいは、車両基地の工事が大幅に遅れております。で、列車だけは一生懸命ですね、高校建設によって様々な問題が起きていますので、その点をですね、中心に、この市民資料を参考にしながら話を聞いていただきたいと思います。それでは文章的に7分ありますので、最初に、東京の年長部の、三木さん、お願いします。リニアから十分かもある年長部の会代表の三木でございます。私がこの問題に取り始めたのはというか、この問題を初めて知ったのが2018年の夏でした。で、その頃にはね、もう活動されていた方がされていただいたんで、私はちょっと奥手なんですけれども、知らなかったんです。本当に家のすぐそこにプラットフォームが通るというように寺総合から何も知らせてくれませんでした。たまたま近所のね、幼馴染が俺っていうのは家の下君は隣に通るんだけど、ミキ知ってるかって言ってうちに来て、え、何なんそれってで驚いたところから始まってます。で、ついでに言うと、今に至るまで JR 東海から何らの正式な通知もありません。たまにポストに入れて、松本さんの出演者が放り込まれる程度です、説明会がありますとか、
で、まあ、まあ我々がというか8月に知って特に驚いたのは住宅地の真下に直径10メートルもの座り住んでるところしかも住民知らせずにしかも許諾もなしに、ね、なんでそんなこと可能なのって心底驚きました。日本は私有財政制度不利にあって憲法で財産権も保障されています。で財産権を制限するというのは要件というのもきちんと書かれていますけどもそんなこと一切無視していますね。こんな法律が存在しうるのかっていうのが点。それからあと、まあ、そういう法律についてやる授業なんで連中の住民をほとんど皆さん知らなかったので私たち何か始めたかというと説明活動説明会開いてくださいと。で、スメンタを持ってディアル東海に行きました。で、そこで言われたことはまあ、受け取らないとかね何か無料で言われたんですけどとにかく受け取れと。で、1週間後に返事せと言ってそれで帰ってきたんです。で、1週間後の会場というのは大田区ではもう説明会をやったんでもう説明会をはやりませんってことで。で、私そんな説明会があったこと全然知らなかった。で、じゃあどうやってね、その説明会を周知したんですか。はい、ディアル東海のホームページに載っけました。え、私それまでディアル東海のホームページ見たことなかったです。それから大田区方にも載っけました。まあ確かにここって届きますけどね、隅から隅まで読む人いますか。まあなんかね、バックナンバー取り寄せたら催し物館にこれぐらいのちっちゃい囲みでね、中央新幹線に関する説明会とだけ書いてありました。リニアの一言もない。で、あきれ返って JR 東海にこんなね、周知の仕方で一体何人人が来たんですか説明会に聞きました。うん、答えはそれは個人情報だからお答えできません。人数って個人情報じゃないっていうのは誰でも分かるんですけれども、そういう嘘が反射的に出てくる会社なんだなってこんな会社は信じられないよなって本気で思いました。で、それから申請請求も言いながら、まあ、やっぱりちょっとね、勝利を行くしかないということで、メインの人たちも応募しました。早川さんなんかも、私が訴訟に引きずり込んでるときなんですけれども、で、見て戦いながらも、やっぱりね、小学の根源の本丸である、大震度地顔に正面から戦いを挑みたいというふうに強く思うようになりました。そこで、この3月に、国交省を相手に認可取り消し訴訟をご提起しました。で、一言宣言させてください。第1回行動弁論が7月30日の2時から東京地裁で行われます。で、1時過ぎから地裁前で民衆会も行いますので、ぜひ皆様いらしてください。で、ぜひ傍聴席を埋めてください。これだけいっぱいの人たちがね、議員問題関心持ってるんだということを裁判官に分からせてやってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。で、続いて早川さん、ね、こんにちは。私リニア中央新幹線建設工事差し止め訴訟団の、訴訟の原告団です。私たちはですね、東京世田谷区の東多摩川そして大田区の田園調布に住む住人で、JR の計画路線の真上に住んでいる人たち、その周辺に住んでいる人たちで原告団を、作りました。ちょうど3年前ですかね、7月に提訴をしまして、7月に第1回目の裁判を、3年前、2000年
21日ですね、7月に第1回目の裁判を始めました。立木美希さんを発表しています。それから、9回の裁判を重ねまして、今月7月16日に第10回目の裁判が開かれます。ぜひとも来ていただきたいなというふうに思っています。はい、ちょっと待ってくださいね。戻ってください。すいません、はい、スライド、2枚目に戻っていただけますでしょうか。はい、はい、はい、2枚目です。次行ってください。で、ちょっとミキさんの今の説明とはちょっとダブるんですけども、どうしてじゃあ裁判を起こしたかっていうお話をちょっとさせていただきます。模様を起こすとですね、2014年にだったと思います。JR から JR 東海からポスティングである通知がありました。本当に A3 ぐらいのフラッとした1枚の紙なんですけれども、そこにですね、あなたの私の住んでる家の下に、リニア中央新幹線がトンネルを掘って通りますよと、そういう通知があったんですね。ちょうど10年前です。で、私、これ何すげえことだなと、どうなっちゃうのと思って、こんな、ね、大変なことなんで、必ず担当者がうちに来て説明をしてくれるだろうと、普通そう思いますよね。そう思ってました。で、ずっと待って1年経って2年経って3年経ったも何も音沙汰がない。そのうち自分も忘れちゃったんですよね。で、4年目にですね、先ほどの美希さんのお話もありましたけれども、なんか早川さん、住民説明会が開かれちゃったみたいですよという話を聞いて、何それ。で、慌てて調べてみますと、これこちらですね、はい、大田区の広報誌のこんな片隅にですね、先ほど美希さんの説明もありましたけれども、説明会を開きますっていう告知があったそうです。これ後になって知りました。で、こんな の、 誰も見てない、ほとんど目にしてないので、この住民の説明会に参加できなかったので、ミキさんを中心にしまして、242人の署名を集めて JR 東海に行って、もう一回やってくださいよと、説明会してくださいよって申請したんですね。で、その時の答えが、JR はもう1回説明をしたので、二度と2回の説明会を開く予定はありませんって言ったんです。で、その時私初めて気づいたんです。この会社は住民の人たちと協議をしながら事業を進めようとしてる会社じゃないんだな。住民の意向、住民と話すことをシャットアウトして自分たちだけで事業を進めていく会社なんだなと、その時理解、強く理解しました。それで、その裁判に訴えるしかないと、ということで、裁判を始めていったわけです。で、裁判を始めてみると、いろんなことが分かってきました。次をお願いいたします。リニア、シールドマシン工事をするには、万全に工事をするにはですね、十分な地盤調査が必要です。ところが JR 東海が、この区間で、フォーミングマシンの、調査をしているのは、品川から、多摩川の区間で7キロあるんですけども、そこで6カ所しかしてないんですね。6カ所しかしてないと、普通は7キロの間で大体35箇所ぐらいを調査しなさいというのが、そのシールドマシン工事の、大体のそのガイドなんですけれども、6箇所してました。こんな調査で大丈夫なのかなと思っていたところ、もっとすごいことが分かりまして、ちょうど2年前ですね、国会で、
参議院議員の山添さんが、質問をしましたことについて、一体どうなんですか、調査ちゃんとしてるんですかって、政府に聞いたところ、なんと直上で新幹線のそのリニアトンネルを掘るその直上で調査をしたのは、大田区で1本だけです。1本しか調査してないんですよ。でそれをもとに工事を始めておこうと、している、あの JR 工科、まさしくこれ私たち住民を実験台にして手探りで、工事をしておこうというふうに思ってまして、これはぜひとも止めなければだろうというふうに思っております。はい、ちょっと長くなっちゃいました、はい、ごめんなさい。はい、次いってください。こちらですね、はい、一件しかございません。でしかも、工事の90メートルですかね、あの、まあ、名城の場合90メートルですけど、そこまで届いてる調査したところはゼロ件なんです。あ、これが国会答弁で、の証拠となっています。まあ、こんなことがございます。それで、はい、次のページをお願いいたします。はい、次回裁判が、16日にございますので、ぜひとも皆さんに来ていただきまして、JR 東海へのプレッシャー、あと裁判長へのプレッシャーも与えてほしいんですけど、裁判長全然やる気ないです、マジで。はい、このことに答えてくださいって私たちがそれお願いしても、裁判長答えたくなければ答えなくていいんですよって助け舟出してるんです。むちゃくちゃです。こんな裁判長なんで、ぜひとも来ていただいてプレッシャーを与えていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。まあ、右の2人はですね、初々しい、私のはちょっと触れてですね、2012年に、決定をしました。リニア新幹線を考える東京神奈川連絡会ですけど、その後2013年にですね、東京から愛知まで、の周辺市民団体が15団体と違いまして、リニア新幹線沿線住民ネットワークまあ、その一員としても活動しております。今日その沿線ネットワークの共同代表である川村明郎さんに来ます。ご紹介をお出しになっております。山梨の方からですね。それと今ストップ離婚訴訟を、東京地裁、高裁、最高裁が争っているんですが、その訴訟団のですね、事務局長の橋本、さんに来ております。お立ちになって、まあ、私どもここにいらっしゃる方ほとんど川崎市民だというふうに思いますので詳しいことは言いませんけれども、この資料にありますとおり、掛川工区ではですね、230メートル工作地震をして、そして5月27日に本地震が見込まれました。でまだ100メートルぐらいは JR 貨物ターミナル駅の構内にありました。ですから、まあ、1回ぐらい経ったら、まあ、住宅が来るということになると、それは非常に問題だということで、JR 東海とそれから川崎市に対してですね、工事を中止するように要求書を要望書を出しました。それからもう一つは東海岸が工区なんですけども、これは昨年の9月に133メートル掘ったところで調査決心は終わりですということで、今年の9月からどうも本区審に踏み切るという計画がなされています。これも本当に住宅地の地下を掘ることになるということで、住宅の家屋調査についても事前にですね、JR 東海はルート上の左右40メートル以内の地域しか家屋調査はしないと、しかもまだ社内の人たちはですね、家屋調査に応答をしていないというのが現状です。東京外環道の事故のようにですね、住宅への下を掘ると大変なことになるというふうに私は
提言をしておりまして、引き続きこの問題についてですね、ご指摘をするということで考えております。よろしくお願いします。町田の亀山と申します。中に、挟み込みました。町田の会のプリントをぜひ見ながらお願いしたいと思います。開いた形で表側がレジュメ、裏側がニュースというふうになっておりますけれども、リニア町田の会は2014年に結成されました。私自身もそれしばらくしてから会員だったんですけど、説明会とかには行くようにして、学習会には行くだけの会員だったんですが、実は私は2005年に今の家を買って住み出したんですけど、その数年後にその下をリニアが通るということが分かったわけですね。それで、そしてやっと2021年の8月に JR からですね、安全安心についての説明会をやりますというチラシがポスティングされたんですけど、実はその前の年の10月に調布の陥没事故があって、これはたまったもんじゃないなということで、リニア町田の方の、事務局にそこから関わるようになりました。それでここにありますように、右側が川崎のこの片平非常口というのは川崎市にありますが、この町田の能ヶ谷というところに隣接しています。でここで特筆すべきは、ここの建て工の工事ではですね、40メーターを超えたところでも希望するところは家屋調査をするということをこの川崎の工事事務所は認めてるんですね。多分前線ではここだけではないかと思います。そして真ん中の小野寺非常口、ここから今西に向かって掘ってるわけです。そして一番左の端ですね、相模原との境のところからが、先進度地域一部になっています。そこの先進度のところは権利の問題があるんですけど、そこはなかなか我々手が回ってなくて、相模原さんの方におんぶに抱っこというかで、そこの取り組みはしていただいているというのが概要です。でこのレジュメの1ページの下に大体の取り組みは書いてあるんですけれども、そういうことをやってます。多分時間がなくなると思うので後で見ていただいたと思うんですが、反対側のですね、リニア町田ニュース6月号を見ていただきたいんですが、実はその小野寺建て工の工事が大幅に遅れてるということはあんまり注目されてないわけです。さっき訴訟団のニュースでも北品川とかですね、岐阜とかのところはあったけれども、実は、次の手をお願いします。77メーターしか進んでないんですね。それで実は350メーター行くところの77メーター、4分の1しか進んでません。そしてこの右側見てもらったら、まだ敷地内にあるんです。でこの敷地を出たらすぐに民家があって、我々は工事が始まるという時に全国で一番最初に民家の下を通るんではないかっていうふうに心配してたんですが、幸いに工事が遅れてるためにまだ行ってないんですが、はい、じゃあ次のページ、これがそもそもの、ですから2022年の、1月か2月には掘り始めるっていうふうなはずだった。それでも、23年にはもうこの調査掘進は終わってるっていう予定だったんですが、これ、始まったのがですね、23年の、7月から始まって、今もう本来なら、24年のもう真ん中まで行ってますから、とうに終わってる予定のところがですね、4分の1しかいけない。で工事を掘り始めるのにですね、4ヶ月遅れてるんです。 で問い合わせてもちゃんとまともに答えない。実はその時にですね、画台シールドマシンを支える画台 を、作り直してたっていうことが後から分かります。で町田市に、そういうこと遅れてるじゃないかって、遅れてるとは聞いてない。だから JR から言うことしかが、町田市は、考えなくてですね、住民から聞いてくれと言ってもね、言ってくるまで聞かないみたいな、です。それから先ほど司法に、説明会が載ってたっていうんですけども、この実は
町田はですね、この21年8月の安心安全の説明会すら、司法に載せてなかったんです。ホームページにも載せてなかったんですよ、説明会だという告知を。出まして、それをやっと今は載せるようになっています。すいません、時間が来ましたので、また表の方の2ページのところに、まあ、そういう市のこととか、JR のことが書いてあります。で、それで、まあ、町田の取り組みとしては JR が発表したですね、トンネルの計画線 と、40メーターの家屋調査の範囲はこうですよっていうふうな、これ A3 番にしたですね、このポスターというか、ちょうど後ろのホワイトボードのところに貼ってるんですけど、ああいうふうにパウチしてですね、掲示できるものを作って、貼って、できるだけ家屋調査しっかりやりましょうということを取り組んでます。それから、はい、次お願いします。井戸がの調査をですね、ずっと続けております。それで今日も来るときにお手紙いただいたんですけど、その小野寺立て坑の近く、小野寺っていうのはやっぱり山の中で30数年前に住み始めたときには水道もなかったから、井戸掘って井戸が生活用水だっていう風なお宅がですね、やっぱり岐阜のこととかもあって、本当に心配しているところとか、椎茸農家、植木屋さんとか、その地下水を頼りにしている人がまず、これでこうやって野菜の共同の洗い場があったりというふうなこともあります。それで今はい、最後、先ほどまでいらした、市民科学研究室の上田先生の協力も得て、中古 iPhone にアプリをインストールした振動計でですね、工事前の平常状態を測らせてくださいっていうふうに、まだ少ないお宅でしか OK もらってないんですけど、測らせてもらって、今度調査屈伸の時の状況と比べられるようにというふうな取り組みなどを進めています。以上です。私はリニア新幹線を考える相模原連絡会の事務局の一人であります立部と申します。長いこと運動やってて少々疲れ切ってるっていう状態だったんですが、どういう巡り合わせか、6月29日に早稲田大学の社会環境の方の専門の先生からうちのブログに連絡がありまして、ぜひ相模原の駅のところの、案内をしてもらえないか、そんなあれがございました。それで台湾の方の、教授と学生さん、35人の学生教授、そして、まあ、私たちの方の連絡会のメンバーやら、まあ、一部マスコミの方もいらしたりというような状況で、まあ、少しその時に頑張って作った画像をまた今日用にいくつかピックアップしてきました。絵で見せないと通訳が入ると時間がないと。で、今回はもっと短縮にしました。これは昔私もよくわかんないぐらい橋本の駅の南の駅前に広がる相原高校の前景です。今この姿を見ようと思っても見れません。左の方にあるのが駅、こっちの下の方にあるのは、相原高校の建物、そして茶色っぽくなってるのは農場だった場所です。次お願いします。かつてはこのように、畑を作ったり、それから子どもたちが自由にね、入ってヤギや牛に餌やりをやった場所がございました。過去形です。はい、次お願いします。今の相原高校跡地のリニア神奈川県駅工事の現場の絵です。当日も案内したんですが、これは川村太子さんという方が6月の初めの方にね、写した現場が今こんな状態になっております。はい、次お願いします。
今大きく問題になっております。これは相模原は大震度ではなくて先震度、浅い震度で、今問題になっておりますのは大西大通線というのは都市計画ですから相模原市長の権限なんです。残念ながら住民の声は誰一人取り残さないということで説明を聞いて、でその場で署名を受け取ったその直後に私のやりたいようにというような内容の決定を下しています。今確かまだ病院に入院されているのかな、まだ退院されたというふうには聞いてないんですけれども、次お願いします。あ、もう一つ、はい、この大西大通線新設は困ります、食料お断りします。これ地域住民の約100所帯ですから、人数的にはお一人一軒お一人ってことないですから、それ以上の地権者さんでも同じ家の中でも意見も分かれているのも事実です。でもここの問題は、先進度っていうことでリニアルートの上にかぶさってるんですね。で、リニア新幹線の方の先進度の方のサインをしなければ一歩も工事が進められないという状況になる。しかし、JR 東海が持っている相原高校の跡地そのものは先ほど見たように工事はどんどん進められている。はい、次お願いします。これはもうちょっと先に行きまして、相模川橋梁という相模川の方なんですけれども、大塚さんの話やなんかでもいろいろ出てきたんですが、時間がないのでどんどん行きますけど、これはこういうイメージ図です。次もお願いします。これはうちの会の方が手書きで書かれたイメージ図です。今どんどん工事は進められております。次の写真をお願いします。これが今現場で行われている工事現場です。何枚もあるんですけれども、ストップリニアニュースの最新号にも少し載せてますので、内容はそちらでご確認いただければと思います。次お願いします。これは戸屋の車両基地です。これはだいぶ前に示された、イメージ図というかいうとこなんですね。次お願いします。これ滑走路みたいな感じのところなんですけれども、この黄色く書いてあるトラスト地の森カフェ、ここに私も含めた11人が地権者となって栗原明さんの土地の地上建設をしております。まさにドンピシャリの場所を私たちが押さえているということです。次お願いします。これはちょっと前の写真になりますけれども、東京の方からもお子さん連れで大勢が参加して、実はこれある記者さんが写してくれた写真なんですけれども、こういう形で作業も進めております。次お願いします。これは膨大な千坪と言われてますけれども、桜の花があったり先祖代々のお墓あった場所です。かつてです。これも広大な敷地に、予定地、ここにいらっしゃるね田代さんとかも参加されたんですけれども、今この場所はありません。全部取り壊されています。そういう状況です。はい、次お願いします。ということで、一度壊された自然は元に戻れない。これが相模原の現状です。ぜひ皆さんと一緒に、これ以上自然が壊されてから止まった、先ほど大塚さんへの質問ありましたけれども、自然が壊されてから、命がなくなってからでは遅いんです。今やれることをご一緒にやっていきたいと思います。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私は東京外環道訴訟を支える会、それからの大震度リニア訴訟を支える会、この2つの会で今活動しております、二足のわらじを履いて活動しております池田敦也と申します。今日は外環の方の立場でお話しさせていただきます。お手元にニュースをお配りしたんですが、こちらの方ですね、ご覧ください。
2020年の10月に大きな陥没事故が起きたことは皆さんご存知と思います。報道もたくさんされました。それから今全くあの時よりもさらにひどい状況が町の中では起こっているんですね。陥没が収まってみんな終わってるんじゃないかって思ってる人が世間では多いようですが、全く地上部がもう巨大な工事現場になってしまって、田島チェックインの作業員が確保して、その確保して住民を威嚇して威圧して住民を監視してるんですね。で、住民の行動を、写真を撮ってたり、チャットで自分たち60人のデネコンとかネクスコが入ったグループで話し合ってるんですよ。この人が反対運動してる、この人がこうだったとか、運動してない人まで、2階にお嬢さんが住んでてうんぬんとか、もうとんでもないことを、そんな女性から見たらね、もうちょっとストーカーなんじゃないですかっていうような内容のことまでね、やられてるんですよ。そうして住民運動をこう抑えたいという、そういう気持ちというかですね、そういう活動なんだろうと思うんですけど、活動と言っていいかどうかわかんないんですけど、もう犯罪行為と言っていいんじゃないかと思うようなことを、ゼネコンが地上部分でやっている、こういう大問題が発生しています。で、陥没する前からね、騒音とか振動ってひどかったんですよ。今横浜の方でもね、ひどい振動が起きてるっていうことでニュースになってますが、シールドマシンがこう地下40メートルより深いところ47メートルぐらいだったんですけども、もう1ヶ月ぐらい前からずっと振動、それが振動が低周波音になってずっと響き続けてるんですね。で、その振動でどんな被害が起きるかっていうと、特にそれも女性の被害者が多くて、耳鳴りとか頭痛とか吐き気とか、あとその低周波音に敏感になって一度過敏症になってしまうと、他のエアコンとかモーターとかそういったものにもあらゆる低周波に反応してしまうような、低周波過敏症のような症状も発症している方もいまして、あと聴覚障害、味覚障害のようなことも、味覚障害かな、発症している方もいらっしゃいました。その辺の調査は先ほど低周波調査会で私も一緒になって調査したんですけども、市民科学研究室の上田さんが あちらの席にいらっしゃいますけれども、上田さんと一緒に、市民の立場で調査しておりますので、一つ一つは壊れた家の写真を撮ったり、ひび割れを探したりしてね、それも Google マップで、過去の Google マップと照らし合わせて、いつできたのかっていうことまで特定して調査しております。市民科学研究室のホームページ見ていただくと詳しいこともわかりますので、ぜひご覧になってみてください。そういった状況なので、ひとたび被害が起きると、特に住宅地で被害が起きると、もうとんでもない状況、4年経っても未だに収束していない。それで地盤改良工事を今もやってる最中なんですね。それから30軒の家を立ち退かせるために解体工事なので、その中にポツンと取り残された家とか、もう本当に苦しい思いをしていらっしゃる方がたくさんいます。それで立ち退かされて引っ越した後、病気が発覚して痩せてしまった方とかで、実際陥没が起きた有名な写真の真上に住んでいた90代のご高齢の男性は、その翌年に亡くなってしまったんですね。そんな中でね、亡くならなきゃいけないというのは、本当に静かな余生をと思っていた方が苦しい思いをされて、ひどい状況になっていたと思います、なっていると思います。そういった状況なんですね。なので本当に止めなきゃいけない、リニアも同じ状況が起こる可能性は十分にあります。それで私はこういった被害の状況を皆さんにお伝えしたいと思って一緒に活動をしているんです。JR 東海は振動は大したことないとか、上の影響はないと、最初はないと言っていたのが、外観の事故の後はほとんどないとか言い方ちょっと変わってるんですよ。怪しいですよね、もうその段階で、その時々によって言い方を変えるとか、もう全く怪しいんですよ。それでリニアの説明会に行ったら、 JR 東海陥没の事故の後は何か振動があったら自分たちにお知らせしてくれれば悪いようにしませんと、何らかの対処をしますみたいな、何かやってくれそうな雰囲気を出してるんですけど、何もやってくれません。外観もそういうふうにネクスコは言ってましたけど、実際にはブラックを埋めるだけなんですね。
ちょっとひび割れたところとかをこうちょっとパテで埋め戻したりとかして目立たないようにしたり、その外壁だけは綺麗なのに取り替えたりするんですけど、本当はその家の地盤がボロボロにゆるゆるになってるんですから、全部取り替えなきゃもう家ごと新築してくれるとか、そういうことは絶対にありません。外見の壁もちょっと直すだけなんで、ひびが入ったとしたらですよ、まあ、だからとてもじゃないけどまともじゃないです。家屋調査とかをしますよって言ってても、まあ、それと前後してひび割れてるところをちょっと直すだけなんですよ。なので本当に要注意です。もうこれが大震度地下使用法っていうのが共通した大問題、これによってこういった工事が行われているわけなんですけども、大震度地下使用法を作った最初に国会で発議した野沢泰三参議院議員というのは、今は日韓トンネル研究会の会長をしているんですね。日韓トンネル研究会っていうのは統一教会のフロント団体です。全くカルトの人たち、カルトの考え方、その自民党の議員もカルトに応援されてた人たちいっぱいいますよね。そういう人たちが、もうカルト的な人たちが推進してきた大震度法であり事業なんですね。本当に人権が全くないがしろにされるような事業、これを本当に皆さんと手を取り合って止めていきたいと思っております。この交流会をきっかけに、お互い東京と神奈川議会を深めて、さらに良い関係、横浜の方も来ていらっしゃいますし、地域で共通する問題が必ずありますので、手を取り合って前に進めていけたらと思います。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。だいたい2分から3分オーバーでこれ会場の都合でですね、5時までには全て決勝戦くらいのなということなんで、じゃあこの今回はですね40分では終わらなきゃいけないと、私もいろいろ聞きたいこともあるんですけれども、皆さんの方からいろいろ私たちの運営についてですね、信頼していることはまだまだ甘いと思うんですが、そういうご意見がありましたらぜひご提出した方がいいと思います。かける時間をお願いいたします。いかがでしょうか。栃木の選挙ですよね、はい、それで調布の陥没の件についてもやっぱり彼女の知事が、ね、大きな力を持ってて、それでそこに関わっていると思うんですけれども、もしも知事が変わった場合にはある程度なんかいい方向に条件が動くのか。小池都知事は完全に推進側で、リニアの推進連盟、県知事が入ってるのに入ってますよね。 でもいつもは普段は大体知らん顔してるんですね。外環に関しても小池都知事は推進側で、東京都の都市整理局というのは本当に悪の塊みたいな方たちが、都知事トップが悪いとやっぱりそこの職員もね悪いんですけど、東京都市、都市整備局の人たちは今のね外苑問題で三井不動産にいっぱい山下ってるって言われてますね。それは明らかになってるんですけど、多分外観とかもその東京都の都市整備局からあっちこっちそのリニアとかの甘くなってるんですよ。道路公団とか東武 JR とかね、そういった自分たちのお友達関係で仕事を回しちゃってる。だから小池百合子はもう完全にそのグループに入っちゃってるわけですよ。その利権グループにね、自民党の利権ぶっ壊すって言って都知事になったくせに、もう今はもう自民党に応援されてます。萩生田百合子って言われてますだからその萩生田グループにも入っちゃってるので、とにかく小池百合子は落とさなきゃいけないと思っています。それでその対抗馬として一番強いのが今蓮舫さんなんですね。もちろん蓮舫さんが都知事になったからすぐリニアや外環にストップをかけられるかというと、これはもうなかなか難しい問題です。ただ神宮外苑は
止める、あと都庁にプロジェクションマッピング、電通の48億円、この利権は止める、この2つは止めるっていうのは公約してるんですね。まあ、もちろんあの職員の強力な意地悪というかですね、嫌がらせに遭うとは思うんですけれども、これはやるって言ってるんで、とにかく何か一つでも二つでも巨大な利権のものが止まっていくっていうことがリニアや外環の利権にも波及していくはずなので、そういった職員も利権の職員が、天下り職員がだんだんこういなくなっていく、そして本当に正しいことをやろうとする人たちが増えていって、初めて都庁も変わってくると思います。そうですね、まあ、東京にお友達がいる方は蓮舫さんでお願いします。ありがとうございます。他に、ご質問ご意見あります。はい、どうぞ。私、武蔵新宿に住んでます、武井と申します。今日もお疲れ様でございます。極めて、低なんですかね、低レベルで質問になるんですが、今日こちらのこの資料をいただいて、上の方は分かるんですけど、下の方の図をどう読んだらいいのかというのは、さて横軸は距離が上がっているのが分かるんですが、縦軸も真ん中にある逆座の線の何の線なんですか。それから、音長い縦にをマスクのついたのがあるんですけど、これは何を意味するのか。それで一番左の方に引き上げを持って、これで100メートルにしようと。この100メートル、例えば、深さ、落ちているところの深さを表しているんだろう。ところで、私も今住んでいるところ、住んでいるところほどから100メートルちょっとぐらいのところがどうも、その中に通る。そしたら、近くの人たちの話題として、この近く、どのくらいの深さのところを通るんだろう。私が聞かれても、この資料は見たことあるんです。ということは、池田さんからお話になりましたが、話、まあ、今日の話ですけども、例えば、深さといろんな妨害的な関係というのは、どんなような現象が出てくるのか、この辺のところ、皆さん方の誇張だとかなんかで、いろんな情報を持たれている中で、深さと、いわゆる人体的な影響の受けるような問題というのは、どの程度のこう議論をされて、我々に提供いただけるようなことを、もちろん、その辺ちょっと、まあ、教えていただきます。はい、ちょっと、僕もあの学者じゃないんで、詳しいことは分かんないんですけども、一応この図面にある、のは縦棒の位置と、まあ断面ですから深さを示したものです。大体、高崎市内で言いますと、リニアのトンネルというのは70メートルから90メートルのところをということになっています。で、問題は地質的な問題もあるので、上の方は脇柔らかい、で下の方は硬い側の中から大丈夫ですよという説明をしているんですけども、全くそういうふうに言えなかった。そうじゃなくて、やっぱり地下で起きたいろんなことはですね、上の層に影響を及ぼすと。とにかく水なんかはですね、ずっと土圧で閉じ込められていたのはですね、穴を開けるともうものすごい勢いで噴き出すということになるわけで、それがさっき言ったゲブのようなああいうものが起きるというふうになっています。で、生活面でどうなのかというのはちょっと分からないんですけども、一応、まあ、騒音振動はあるかもしれないし、それから低周波もあるかもしれないと、そういうことは我々もあれしています。まあ、いずれにせよ、具体的に我々の方にですね、きちんとした情報を出せないんですよ。で、疑問があったら、工事事務所に問い合わせてほしいということで、やっているけど、もし本当に疑問でしたら、ちょっと工事の師匠の方にですね、問い合わせれば詳しくは分かるというふうに思います。武井さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、はい、どうぞ。何の質問を見てください。
縦に100メートル、さらに横に1キロ、横に1キロ、これがそのこの絵の縮尺なんですよ。ですから100メートル、この縦高が各100メートルとか同じ寸法があるから、この縦高100メートルだなと分かりますね。それから、キロメートル、品川から橋本までのキロメートル、1キロこれ割っていったら、60キロくらいなのかな。それで見ていただくんですが、今ちょっとこの絵で疑問なのは、品川のあたりが0メートルになるはずなんですけど、それを上に持ってくると、この一番左側の100メートルという縮尺高さが、数字がちょっと合わなくて、基準がちょっと50メートルばかりずれてるくらいの感じがします。ただ相対的な高さはこれで見ていただいて結構で、どか栗が何メートル、川から丘まで何メートル、その縦断図という格好で見てるんですよ。絶対の標高はちょっと中身おかしいと思います。はい、すいません、ちょっと時間も迫ってますので、ちょっとこのコーナーについてはこれで終了をさせていただきたいと思います。まあ、いずれにしても我々はですね、本当に一般の市民として、リニアについてですね、おかしいということで、団体として今立ち上げて活動しております。で、個々の例えば道東上の人とか、あるいは立ち退きを要求する人たちのことにですね、我々は思いを馳せてですね、活動しなければいけないというふうに思っています。この問題として、解消しないでですね、やはり公約の問題としてこれを消化していくということが私たちの運動にとって大変重要だというふうに思っております。どこからお金をもらってやってるんじゃないかとかいう人もいます。金のことで騒いでるんじゃないかという人もいますけれども、もう我々は全く自前でですね、運動を立ち上げて、活動も自前でやっております。そういうことで、厳しい状況は、簡単ではないので、ぜひ皆さんのですね、ご連絡をお願いしたい。また活動に対してですね、メールが載ってますけれども、そこに連絡先も書いてありますので、ぜひその団体が抱えている問題についてですね、例えば裁判のサポーターになるとかですね、そういうことで協力していただければ幸いであります。本当に皆さんの、応援をぜひ心をお願いして、このコーナーの締めにしたいと思います。ありがとうございました。朗読は三木和彦さんでよろしくお願いします。本日は私たちの夢や大臣と周辺工事を進める首都圏ネット結成集会にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。内緒は満腹戦だと思ってしまうという魅力を受けながらこれだけ多くの方々に来ていただくと本当に嬉しく思っています。で、今日のタイトル非常に意義があると思っているのは、やっぱり個々の団体が別々に今細々と出なくてもね、個別にやっているだけではなかなか大きな声になりません。で、先ほど大野さんがおっしゃったようにスピーカーの出力をアップすることによって世の中に訴求力を強めていく。でそのためにはこうやっての連帯をしてやっていこうよ、非常に大事だと思います。プラスもう一つ続きなのはリアの団体も集いました。それと同時に同じ大臣とつながりで外観の団体にも加わっていただきました。ということでリアの団体ではなく大臣の方の問題にもより深く聞き込んでいくんではないかなと思っております。で、早速つながりましたでいろんな話をしました。でこれだけで改ざんというのはあまりにも足りないということで私たちの仲介宣言案を作成しました。
みんなにお配りしたあのページの一番最後のページをご覧いただけますでしょうか。で、この中継、この中継宣言案は皆さんの用意に採用されましたが、私としては、国土交通大臣、それから JR 東海会長、それから報道関係の皆様にもお配りしようと思っています。お送りしようと思っております。では集会宣言を読み上げます。今から51年前に計画されたリニア新幹線事業は、早いことはいいことだ、大きいことはいいことだ、経済的利益や便利さのためには自然環境や人権を犠牲にしても構わないという過去の価値観においてのみ存在し得る異物と言えましょう。しかし時代は変わりました。このような価値観で物質的利益、それも一部の人たちの具体利益を追い求める先に持続可能な未来がないことは、 SDGs をはじめ国際的共通認識となっています。そして都市部に住む私にとって大いに脅威となっているのが大震度法という悪法です。大震度法は認可さえ得れば住宅地の抹茶だろうとも、40メートル以上であれば住民への告知、同意、保証もなく巨大トンネルを掘ることができるという憲法に反する法律です。同法により憲法が保障する財産権、憲法29条ですね、が侵害されるのみならず、ゆえ深刻なのは平和生活権、憲法13条25条等が侵害されることです。大震度法が破綻した法律であることは、同法により認可された東京外環道でリニアと同じ工法で2020年に調布市で陥没事故が起き、そして事故から3年以上経過しても被害住民の救済が進むどころか、町こ町とコミュニティの破壊が現在も続いていることからも明らかです。リニア新幹線事業はかつての四大公害や福島の原発事故と同様に、被害者だけの問題でもリニア先住民だけの問題でもなく、民主主義国家の主権者である国民全体の問題とあってやると考えます。同事業においてはすでに各地で痛ましい死傷事故や水枯れ問題、コミュニティの破壊などが発生しています。私たちは取り返しがつかないカタストロフィー、すなわち大惨事が発生する前にリニア新幹線事業を中止することを求めて活動していくことをここに宣言いたします。2024年7月6日リニア大震災と周辺工事の中止を求める著名ネット結成集会、以上です。宣言案についてご賛同いただけますでしょうか。賛同される方の拍手をお願いします。賛同者多数で中間宣言はご賛同いただきました。この宣言は国交大臣、 JR 東海社長、関連自治体の首長宛に送らせていただきます。本日は週末でお忙しい中、多くの皆様においでいただき改めて感謝申し上げます。アンケート用紙のご記入もお願いします。なお各市民団体のホームページを持っておりますので、ぜひアクセスしてくださるようお願い申し上げます。120名の方がご参加いただきました。本当にありがとうございます。